足立知事からご意見を頂戴いたしました。特に何かコメントがございますか。どうぞ、山田さん。また来期のお考えでありますので、それはそれなりに尊重させていただきたいと思うんですけど、ちょっと一点だけ多分ですね、丸ごとのところ、認識のところがあるんですけれども、それの3段目で、保育連合に関する場合には、近畿地方整備局の権限をまず管轄区域内のそれぞれの県に移譲され、都道府県のから権限を持ちるものであるというのは、これは私、広域連合の法律を作るときに担当でやっておりましたので、その時から実は問題になっておりまして、広域連合はそれぞれの地域内に直接権限を受けるで、その時に権限を受けれる範囲は密接に関連するという形になっておりますので、例えば国道などで一体的に管理をするものが ある場合にはですね、直接この関西広域連合が受けれるという、これは法的にはもう確立した解釈としてあると思いますので、広域連合を作るときはお持ち寄りなんですけれども、できてしまった後は国からの権限は受けれるところで目玉で作ったんです、広域のそういうものにしようと。つまり広域連合は作るときは持ち寄りであるけど、持ち寄った後は国から持ってくる分には自己増殖ができる単体 その新しい公共団体として作ろうというふうにして作っているので、ここの部分の認識は違うので、実はそこから派生してくる部分が少しあるというふうに思います。それからあとはいろいろ広域連合を作ったらいいというのは、これは新井知事さんおっしゃっているように屋上を重ねてしまうのは、ね、よくないと思いますから、多分広域連合の中のガバナンスの問題なので、そういう広域連合の中のガバナンスとして、例えば大和川なんかの場合には広域連合の中で、その意思決定をする場合はこういう形でやればいいということになるので、それとまさに広域連合に入られたらいいんじゃないかなということだけ、ちょっと余計なことであそこで申し訳ありませんけれども、ご了承いただきます。私の方からもどうも新井知事が問題視されている課題は、奈良県が関西広域連合に入っていたとほとんど全部解消する指摘事項ばかりあると受け止めました。そういう意味ではぜひですね、積極的なご検討をお願い申し上げたいと思います。引っ掛けしておきますがね、今日はそういう議論をする場じゃないということで、広域連合に国の義務を受けるのかっていうような課題として悩み取られて確保されているので、これは入らなくても成立しないかん制度じゃないんでしょうかね。入らないと成立しないかん制度というのはどこか独立した制度じゃないんじゃないかと、診断地にはそういうように思うんですけども、というのはこういう入らなくても成立すべき制度だというふうに思います。だからそれをすり替えないように、だからならば入らなくても成立すべき制度にされたらどうですかと言って、それなりの知恵も別途出したりしてるんですけれども、それはそれとして、すみませんじゃないようにと思うんだけど、それはそれとして、それと最初に山田氏のおっしゃったその、直接受けられるという点は承知しています、一部義務組合か、さらに直接受ける制度にするかというので、松本園長さんとかいろんな方が努力されたのでですね、ところが、今はですね、そういうことはあんまり認識されないで、一度持ってきて返すという意見も結構あるもんだから、むしろこういうことに書くと、今みたいな反応が違うよということであれば、九州広域機構なんかはそういう思想だと思うんですよね。国から受けて、でそのまま国の事務をやる組織か、だから国か地方かという議論がちゃんとせないかんですよね。国の組織か地方の組織か、半分半分か半信半疑なのかという議論も実は、そういうところに詰めれば起こるわけなんですけれども、だから地方行政、広域地方行政組織かどうかということを突き詰めていくと、今当時、議論になったのはまだこなされてない面があるんじゃないかなと私は感じるところがあるんですけれども、それは直接受けるということはそのようにあるということは経緯をよく承知しております。ただこういう議論もあるので、こうでしょうかというつもりで紙に書いて持っていったということで、実は
最初の国交省とか総務省に持っていたペーパーにこれ入れてなかったんですが、その後あのこういうことだよという人もいたので、もう一度こういうのに書いて地域選対局に持っていったという経緯ですので、これはこれでまたあの詰めていけば、あの入ってしまうとものがつまらないからね、そういった点はあるところです。やっぱり詰めるといい組織になりますよね。はい、ありがとうございました。いや、今日の場合は逆に言うと我々としてこの7が抜けているがゆえに、ね、で権限移譲できないんだということを、ね、でまた7が困るじゃないかと言ってるよということを理屈にして、本来ならば民主党は一丁目一番地で地方公権でなくて、それから地域主権なんだといったその権限移譲を避けようとしているわけですよね。でましてやちょっと、まあ、できてない報酬制をね受け皿にするのはこんなバカなんじゃないわけで、逆に言うと荒井知事さんがこう言っていただいたということは大きく進む話になりますので、ここのところは逆に国が反論する余地がなくなっているわけですから、ここはもう逆に非常にありがたいお話として我々としては受け止める。またこの話はね、先ほどの河川でも場合によっては小池連合という話がありましたから、決して荒井知事さんが小池連合を否定されているわけではありませんから、我々としてはこれでとにかく進めていくということで受け止めます。はい、どうぞ。あの、愛知からの記憶がありまして、一点だけどうしてもちょっと腑に落ちないのが、入らなくてもできる制度、奈良県が入らなくてもちゃんとあのできる制度がないと制度じゃないかなということなんですが、あの奈良県ってこう客観的に見てどう考えても関西で、あの公的行政としては人間の、僕ら首長という人間がどう考えようが、こう事実としてこの一つのまとまりになっているかと思うんです。ですから野球を9人でやる、ラグビー11で15人でやるといった時に1人抜けたらゲーム成立しませんから、やっぱりあの公益行政っていうことを考えた時に奈良県がもし入っていただかなければ、関西の完璧な公益行政としてはやっぱり成立しないというのが、やっぱりそう考えるのが筋なのかなと思ってました。奈良県でできることとか大阪でできること、千葉県でできること、監督でできることはみんな監督でやればいいと思うんですが、関西全体でやらなければいけないことっていうのは奈良県がこの一からしてもですね、やっぱりあると思うんですね。ですからあのぜひあのしかもこの関西広域連合であの我々あの委員でもうものすごい時間かけてみんな同じ意見ばっかりじゃなくて、反対意見とかいろんなことがある中でもう一個一個積み重ねてこう動かしてますから、あのもうぜひ荒井知事のご意見いろんなこともあの入れ込んで、これをじゃあどうやって乗り越えようかということをみんなで議論してですね、言ったらあの一緒にあの本当にみんなこのメンバー全然仲良くなんともないくらいですねでもそれぐらいもう本当にいろんな意見が対立して対立して、もうずっとそのことを積み重ねながら一個一個積み重ねてますけど、今日も荒井知事のこの話であればこういうの課題が出て、じゃあどう乗り越えようかっていうところがまたできると思うんですよ。ですからぜひあの野球とラグビーは9人と15人でやらなきゃいけないのでよろしくお願いします。あのもうこの出先間の意見は以上に終了させていただきます、荒井知事の、はい、ありがとうございました。最後一言だけ、荒井知事の懸念、人数が少ないところでどうしても増えたという、これはもう滋賀県の本当に同じ気持ちです。同じ気持ちだけど、やっぱり人数少なくてもここは対等にやらせてもらおうかということで、今のところまあいろんな議論しながらやってますので、もう荒井知事のここのペーパー半分ぐらいあるときは完全に共感いたしますということだけ申し上げさせていただきます。あの荒井知事あの問題提起ありがとうございます。あの問題提起だけではなくて、あの先ほども申しましたように懸念されている課題は、あの加速的に荒井が入っていただくとほとんど解決してしまう問題の場合です、ね。そういうことで、あのぜひ今後も検討してもらえますか。じゃあ最後に荒井さんが一言を言われて、このテーマを指導させていただきます。入らないで終焉されちゃうとね、あの本当の大事なところに抜けちゃうんじゃないかと、まあ、それで突破するわけじゃないんだけども、あのただね、一つ感謝したいのは、こう入ってなくても入らなくても、このように一緒に温かく議論するっていうのは何よりもいいことだと思います。我々こういずれにしてもどのような課題が あるわけだから入って、連携段階であるんですか、連携段階だから、だから今、
それから連携という活動がとても多いように思いますので、私は連携の部分も賛成ですと、連携を強化しましょう。組織というのはまたちょっと違う見方があるというのは、まあ、まだ現実ですけれどもね、それはそれとして連携をしましょうという、ね、連携の精神をこのように温かく取っていただいたので感謝を申し上げたいと思います。新井知事に感謝を改めて申し上げます。まずはご足労いただきまして、課題指摘をしていただきました。我々も言わなきゃいけない課題であります。さらに小池連合としても十分踏まえながら検討させていただきます。長県のちょっと問題があるんですが、ガバナンスの問題とちょっと言っていいですか。はい、これからの進め方で。あ、それでは、はい、皆さんのご意見でガバナンスの問題を規制たるタイプで国に反応ということを言われると、おっしゃる通りだと思うんですが、ただこれ最終的に誰かが裁判みたいに白黒判定つけてくれるわけではなくて、国と合意しながら進めていかなきゃいけないところがありますので、ガバナンスの点についてはそれはもう国から言われるじゃないというのはそれはそうなんですが、これ戦術としては向こうがそういう以上は全部それを整えて文句言われることに関しては整えて、いやそこで激論になってですね、お互いにガバナンスあるかないかなんて、これ水かけ論になってしまうと思うんですよ。で、誰かが決着つけるわけではないですから、僕の思いとしては、いろんな思いがあるかも分かりませんし、ガバナンスを言われて腹立つっていうのがあるんですけれども、もうそう言われるんだったら、とことんまで、その体制を強化していくですね、文句言わせないぐらいまでやる。強化していくという方向で僕はやるべきなのかなと思ってるんです。で、府県の事務に関しても金町時代おっしゃるように最終ゴールは府県また市町村に、どんどん事務移譲というのはそれはそうなんですけど、それ言い続けても何十年かれこれ何も進まなかったじゃないですか。で、ゴールはそうなんですけど、今回僕らがやろうとしているのはゴールはそうなんだけども、まずファーストステップとして国からの権限と財源を広域連合の方に持ってきて、で持ってきた後また府県とか市町村に、今度は広域連合の意思決定で移すことができますから、直接国と交渉して国から市町村に国から都道府県っていうのは進まなかったので、まず広域連合で丸ごと移管を受けて、そして今度は広域連合の意思決定でまた下に戻していくっていう方策を取ってると思うんです。で、そうなれば、先ほどのガバナンスと同じ通りですね、もし府県からのその事務以上というかそういうところをちゃんと見せろよっていうような、そういう向こうサイドの声があるんであれば、僕はまあある意味向こうが言ってくることを全部丸呑みしていく作戦で、ガバナンスって言われたらじゃあ全部やった、で府県からの事務以上っていうんであれば、ちょっと列挙というか事務方に考えてくれっていうふうに言ったやつが、その公設室とか何かそういう本当は府県でやってるようなやつですね、中小企業の開拓を公設し、国道なんかでの府県内完結道路も続くまたがる道路の管理とか一級河川もまたがるやるものとかですね、そういうものはもう広域でできるものはどんどん広域連合に渡した上で、で国から権限と財源が来た上でそういうものもひっくるめて今度は広域連合の意思決定で都道府県に分散させていくといいますかね、ちょっと副大臣戦術論をしっかりやらないと、理想論だけで言ったところで何も動かないので、もう一回方向性確認したいんですけども、広域連合で全部受けて、とにかく国から受けて今度は広域連合の意思決定で分散させていく、でそれから国から言われることに関してはもう丸呑み作戦でやっていくかどうかという、ちょっとそこら辺りは方向性は一致させてもらいたいんです。じゃないと気絶たる態度気絶たる態度といってこれ全然進まないんですね、もう水かけ論になってしまってですね。それで今の点については確かにガバナンス、我々も広域連合を作るときにこの7分野を切り出していくっていうのは十分考えてやってきたわけですので、ね、だからこの7分野これから第4の議題になってきますけど、これも当初考えてたものに比べるとどん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 それを広域行政という考えで、また新たな部分もその中に芽生えてきているわけなので、これをしっかりと充実をしていく、これはもう当然のことなんですね。だからそれを大阪が今回原案出していただけるということですが、これもみんなでどんどん充実をしていけばいいということ。それからもう一点のガバナンスはその議会の話がありますよね。で、我々としては当然その各地方整備局とか国の出先なんていうのは全く議会がないわけでね。それはそれ一つ言えてるわけなんですけどね。議会というのはこれ特別地方公共団体でもありますし、今日も文部先生方もお祈りいただいてますから、こういうのが我々の中の話として、当然これは充実をさせていくと。これは誰から言われてね、後ろ指を刺されない、当然のことですので、ただ今、意見気になるのはね、
国が言ってきたら全部番組するっていう話で、国は何でもなんでもね、一応本当何でもつけてくるわけだから、さっきの少なくとも奈良に向けている点については、こうして荒井知事さんが出てきて、そして国にも言ってくれる、ここでも言ってくれる、まあ、そうなってようやくっていう話なんでね、じゃあそこまでその全部フォローするのかといった点はあるので、一応本的なものについては、ね、ビシッとフォローが正論を言ってあげればいい。ただ、我々が本来、広域連合を作るというその理念ね、この最初の時の方向性っていうのは、少なくともこうした広域要素をどんどんやることによって、各府県のバラバラでやってたことが効率が良くなってないかということについては、もっともっと充実をさせていくべきだと思うんですね。もう、私はね、県の事務を切り出して広域連合に、ね、国が言うから進むことに対しては、よく慎重でなくてはならないと思っています。なぜかというと、本来は都道府県に、広域連合になくて、ほとんどの事務が都道府県に、移譲できるはずなのに、県は保険をまたまた事務があるから、移譲しないぞと言われてるに対して、そんなこと言わさないぞという意味で作ったのが広域連合なんで、まあ、ある意味で、仮の姿なんですね。本来は、形にもおっしゃったような、都道府県市長さんの都道府県というような形でですね、再生していくべきな、だから文献だったと思うんですね。だからそれをですね、なんか連合が一つの道州みたいな形の、ね、運用をさせようという割り巧みがあって、それでそういう言い方をしてきている可能性もあるので、ここはね、かなり慎重に進めておく必要があるんで、このようにどうぞやりましょう。基本的な方向は一緒なんですけれども、文献というのはだんだんこの身近な基礎的地方公共団体が渡していく発想の中で、国の機関がどういうところにあるから近くの方に持っていこうという話なんで、逆をやっていくという話は、それはその考え方としてはあるんですけれども、いわゆる基本的な地方文献の考え方とは違う考え方なんで、それを持ち出すのは、国がいかに中央集権的な考え方かということを表しているだけの話なんです。それが一点です。それから丸ごと飲んでいくというのはあるかもしれないんですけれども、今の関西広域連合の身の丈に合った組織ガバナンスと、それから出先機関を権限を受けた場合の身の丈に合った組織とは、これは大幅に違うんだというふうに思います。そうした議論がなされるのは、私は非常におかしいんだと思うのは、一緒に議論やっている九州の方は何もできてないんですよ。で、九州の方はそれに合わせて整える、それで OK なのに、関西広域連合だけはちゃんとですね、用意しなければ合わせないというのはですね、全くその九州と関西との扱いがあまりにも違ってるんですね。多分そういう形になった時に、九州の方の広域行政機構もじゃあどこまでガバナンスというのを整えるかということを、これは彼らの場合法的にやろうとしている。で、我々もじゃあ本店に移る時にどこまでガバナンスというものをさらに整えるかというところは、その中の平行線として議論をすればいい話であって、最初から全部整えたらそれこそ大変な負担になってしまってね、中身もないのに体ばっかり、図体ばっかりでかいという組織を作ってしまうというのはちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思います。はい、どうぞ。今お三人言われたことに全く賛成なんですけど、今言ってるような話で、国の批判に対して答えるために橋本さんが言われたようないろんなことをするというのはあまり意味がないと私は思います。で、しかしちょっと本当は心配なのは、また言いますけど、ガバナンスという言葉の中に意思決定を誰がやるんですかという話をですね、今出てないからね、関係ないんだけど、それをなされた時にどう答えるかというのはちゃんと用意しとかないと、実は出先なんていうのは意思決定なんですよね。ですから、あんなものガバナンスに比べればこっちのガバナンスの中が違う、まあ当たり前の話なんだけど、じゃあ開き直って、ね、役員の方がですね、そんなものは意思決定は彼らに任せておりませんから、私たちが国会でやっとるんですよと言ってやられたらですね、どうするかという話を、ね、まあよく考えておいて備える、そっちが準備としては大事だと思います。技術的な問題と広報面と、そして
反応をどうしていくかという戦術の問題がありますので、これは以上でとどめさせていただいて、事務的にも検討させていただいて、またお分かりさせていただきたいと思います。足立知事、ありがとうございました。ずっと言って、じゃあ、おいでください。ありがとうございます。じゃあ、続きまして、各分野別の。